こんにちは、新鮮堂薬局鈴木邦明です。 まだちょっと噛んじゃいますかね。はい、ミノのイベントなんですけれども、12月3日の土曜日、奄美大島特産の発酵飲料ミキのミキを作る体験試食会を開催します。ミノはつながってた方がいいですよ。残念ながら先週20日の日か、雨でできなかったんですけれども、 LINE でつながってる方々で、自然薯掘りに行く予定だったんですよ。で、一番初めに美濃で開催した食べられる草取りましょう会の時に、坂野さんが何だっけ、フキノトウかな、うん、夏やったんですけど、これフキノトウが出るところだってバロンさんが見つけられたんで、おそらく春、その残りを取りに行くのをやってくれるんじゃないかなと思います。もしかしたらバロンさん全部一人で食べちゃうかもしれないですけどね。でも多分一人で取りきれないぐらいの量が確か、うん、入る場所を見つけていたと思いますので、まあそういったことも含めて、でこの間のこの間は薪ストーブ、ロケットストーブで、その食べられる草ですよね、取ってそこで調理して、食べるというね、イベントもやられてますし、まあとにかくね、美濃の坂野さん、畑野さん、中野さん、佐藤さん、まあこの方々はすごいですわ。うん、ですから静岡もね、これから何名かの人間が美濃の方に、お邪魔して、どういうことやってるのか見て、静岡でフィードバックするようなことも考えてるみたいですね。はい、まあ私もできるだけ参加したいと思ってますけれども、とにかく簡単に12月3日土曜日、2時からです。美濃市健康文化交流センター、アクセスはこちらでご確認ください。リンク先でね、こちらですので。はい。で、そのクッキングスタジオを借りて、発酵飲料のミキと豆乳ヨーグルト作りの体験及び試食会を行います。で、持ち物として、ジップロックは用意してくださってるみたいなんですけれども、それだとちょっと不安定なので、小さな蓋付きの小瓶をお持ちいただきたいということです。で、これちょっとどのぐらい持って帰るのか分かんないので、ここで確認してほしいんですけれども、もうとにかくご飯とさつまいもを使って作る発酵飲料みたいなんです。で、ひたすら混ぜて放置するっていう形。1日から3日経ったら冷蔵庫へ。1日1回はかき混ぜるようにして、蓋を緩めて保存します。そのまま飲んでも、豆乳と混ぜてヨーグルトのように食べても、まあ美味しいってことですね。まあだからそのまま食べるやつと、この豆乳ヨーグルト作りって書いてありますので、混ぜて、食べるものと2つ味を試食するってことでしょうね。まあとにかくどのぐらいの瓶を持っていけばいいのかってことはちょっと確認できてないので、100均でそれ相応の瓶を2つか3つお持ちいただければ確実なんじゃないかなと思います。で、参加費用は講師料、材料費、スタジオレンタル代込みで2000円ということになりますので、で、まだこの動画を撮ってる時点では、ごめんなさい、今昼休みに撮ってるもんですから、今日の22日の3時より申し込めるようにしておきますので。で、申し込み期限は11月30日の水曜日までとなります。あと、いつもやってる食事会、夕食会の開催は現時点ではちょっとわかりませんので、もし、同日開催があるようなら追記しますし、改めて、動画の方でご案内差し上げますので。まあ、とにかく、本当にそろそろという感じになってきて、おそらく27日の週は、もう、ものすごい賑やかになるんだと思います。で、もしかしたらここの開催日にかぶるかもしれない。かぶらないかもしれない。その辺微妙ですけどね。本当、積極的に、もうとても本当にいい、感じのいい方々が、
本当引っ張ってってくれますので、ぜひ参加されることをお勧めします。はい、それでは今回は以上です。鈴木邦明でした。ありがとうございました。Thank you.